全然微妙じゃないけど、めっちゃ強い。微妙。はい、はい、来ました。細川ガラシャ対ツタンカーメン。日本史バトルじゃなくて外国史バトルになりかけてます。日本史バトルにカエルもウサギもいるんだから、今さらツタンカーメンが出てきたところとかドラえもんだっていたじゃんよ、今まで。カエルだっていたし。今さら日本史に突っ込まれても。というわけで、はあ、有名な2人ですね。細川ガラシャ、細川忠興の奥さん、そしてツタンカーメン、世界で一番有名なミイラじゃないですか、ツタンカーメンってのはね。じゃあ、この2人にバトルしてもらいましょう、いっとよ。細川ガラシャ、生まれが1913年、ヒットポイントは1563。あ、ゾンビ系だ。それに対してツタンカーメン、北紀元前生まれ。北紀元前1342年生まれ。体力はマイナス1342、すでに死んでます。ゾンビ死んでます。ゾンビルール適用されました。久しぶりのカエサル以来のゾンビルールの適用。すでに死んでる、負けている。このすでに負けている状態からツタンカーメンどう立ち回っていくのか。最初はパパ力、パパ力で戦ってもらいます。さあ、パパの力に頼ってみよう。ドン。ツタンカーメン、パパはアメンホテプ4世、エジプトのファラオです。ツタンカーメン、どういうこと？ファラオ、日本でいうところの天皇。細川ガラシャ、もちろん。紀元前1362年にパパは生まれたので、攻撃力は1362あります。高い。ファラオは違うぜ。細川ガラシャは、パパファラオに対して、細川ガラシャの父ちゃん有名人だよね。ガラシャの父ちゃんはパパ、パパ来て。明智光秀。え、全然微妙じゃないけど、めっちゃ強い。微妙。ちょっとこの前たまたま大河になっただけで、そもそも、たまじゃありも、そもそも金冠だし、信長裏切るし、裏切っても10日ぐらいで殺されるし。信長を思って裏切ったね。微妙。というわけで、攻撃の弱。まずはツタンカーメンとかしゃ。はい。さあ、この後の体力は、信仰力。信仰。神様を信じる。ガラシャが強いかもよ、これは。神様だって、キリシタンだもん。神様を信じる力で比べていくと、ドン。細川ガラシャ、キリシタン。イエス・キリストを信じます。イエス様を信じます。キリスト教ですよね、細川ガラシャといえば。はい。キリスト教は世界三大宗教。世界三大。非常に人が多い宗教です。これは攻撃力1000あるでしょう。じゃあ、対するツタンカーメンは、アムンラー。ラーというのは昔とても有名な太陽の神様です。太陽の神様、これやべえ。そして、エジプトの神々の主です。エジプトの神話の中で一番強い。これはもうね、キリシタンには負けてないよね。だってさ、紀元前1300年の神様だよ。イエス・キリストよりも1300年前の神様だからね。これは強いアムンラ。ここは攻撃力1000あるでしょう。なんと、ここは引き分け。お互いに攻撃を与えることができません。ダメージを与えられません。両方とも1000引けばいいんじゃないでしょう。じゃあ、最後行こう。違います。ルールでは、同じ数の時はダメージを与えられないんです。そしたら細川ガラシャ死んじゃうよ。そう、そして最後の戦いは、はい、死に方出ます。死に方対決。やっぱりここはね、抑えとかなきゃいけませんよね。さあ、見てみましょう。ドン。はい、ここも有名。悲劇の最後を遂げました、細川ガラシャ。最後は事情を逃して家臣に胸をつかせました。お城が落ちる時、逃げ出さないかって言われても、もう私は逃げ出しません。でも私はキリシタンだから、自分で自決することもできません。だから私を殺してください。ということで、家臣に胸をつかせたというね、悲劇の最後を迎える細川ガラシャ。これはとても有名な話です。攻撃力100。
それに対してさあ世界で一番有名なミラスタンカーメンはどうやって死んだのかというとドンハイ転んだら病気になって死んだ転んだら病気になって死にました。もともとツタンカーメン転んで病気になったんですか。ツタンカーメン非常に転びやすい人です。転んだらマラリアにかかって死んだそうです。今だったら転んだらそのままコロナにかかったようなもんですね。踏んだり蹴ったらまさにこのこと。最後はなんか微妙な死に方をしたので攻撃力は1というわけで、すでに死体だったツタンカーメンにさらに追い打ちドガン。俺死んだのにまだ攻撃食らうんすかみたいな感じ。死体蹴りと言います。ゲームの世界だ。1442、はい、今日は逃げ切りヒットポイント201を残した細川ガラシャの勝ちでした。さあ、